去る9月17日、お茶の水クリスチャンセンターにて、ホサナホームのこれからを見つめてと題し、特定非営利活動法人ホサナ主催の集会が催されました。特定非営利活動法人ホサナは、精神障害者のためのグループホーム、ホサナホームを運営し、精神障害者の生活支援、精神障害者に関する理解と支援の啓蒙を行い、また、地域の中で自立した生活を送ることができる社会の実現を目指して活動しています。皆さんが安心して暮らせるように、日常の相談だったりとか、あと週1回食事の提供をしてたりとか、みんなで集まって一緒に食事をしたりということで、あとは一応24時間でやってますので、まあ、夜間は緊急携帯で対応して、まあ、中には死にたくなっちゃうとかっていう方がいるので、そういう対応をしています。集会ではホサナホームスタッフ、ホサナホーム顧問医師服部正康氏、 MACF 牧師関根和夫氏がそれぞれの視点からホサナホームの現状について語りました。自分の障害を、ね、本当見つけられて、それは一人で見つけられないから、そういう意味でもそういうつながりを持てて、で見つけられて、やっぱりそれ結構大変だとした時は、やっぱりそれをつながりの中でやっぱり直していくみたいなね、そういうことが大事だと思いますけどね。現在ホサナホームには12名の入居者がおり、常勤3名、非常勤2名のスタッフが24時間体制でケアに当たっています。グループホームには通過型と滞在型2形態があり、現在のホサナホームは通過型のグループホームを運営しています。しかし、現行の法律では通過型のグループホームの入居期限は3年と定められており、3年が経つとホームを出なければなりません。長期にわたり病院で治療を受けてきた方が、たった3年の訓練で一人暮らしをしていくことは至難の業であると、ホサナホームのスタッフたちは訴えました。ホームを出た後、ホームレスになったり、自殺をしたりするという現状があります。誰もが安心して暮らせる場所っていうのが必要だなと思ってまして、障害があるから、で結構アパートとか借りれなかったりするので、そういう方が一人でもいなくなるように、ホームを通して地域と連携しながら、みんなが安心して暮らしていけるような社会にしていきたいと思って頑張ってます。ホサナホームでは現在、入居期限がない滞在型グループホームを作ろうと計画しています。本当に皆さんがどんな風に感じておられたのか、自分の名前を本当に誰も気がついていないんじゃないかっていうところがとても印象的で、神様が私たちの名前を呼んでくださるっていうこととつながって、はい、印象に残りました。やっぱり見ないふりをしない、無関心にならないっていうことがすごく大事だなって思ったので、その名前をね、忘れられてしまってる、自分の存在を忘れられてしまってるって思い込んじゃってる人の人生も物語も周りの人の力で変えられるっていう、そのことがとても心に響きました。全ての人が安心して暮らせる場所を提供したいと、ホサナホームのスタッフの皆さんは日々邁進しています。ホサナホームのこれからがイエス・キリストの平安によって導かれていくように祈り、支える方々が起こされています。